それでは時間になりましたので、天王寺動物園動物感謝祭を始めます。本日はお忙しい中、多数の方々にご参加いただき、誠にありがとうございます。私は本日司会を務めさせていただき、どうぞよろしくお願いいたします。この動物感謝祭は、天王寺動物園で亡くなった動物たちや、皆さんの周りで亡くなった動物たちを思い起こし、感謝する機会として開催するものです。この1年間、天王寺動物園ではジャガーのルース、ミミナガヤギのメイなど104の動物が亡くなりました。本日は生前の動物たちの活躍に感謝するとともに、深い哀悼の意を表するため、この感謝祭を開催いたします。それでは初めに、天王寺動物園副園長のご挨拶申し上げます。皆さんこんにちは、今日はご来園ありがとうございます。で、去就分の日なんですけども、例年、この日に、動物感謝祭を開催しております。で、この動物感謝祭はお客様だけではなく、我々職員にも、その授かった命を一生懸命生きる姿を見せてくれた動物たちに、感謝の意を、表すという形で、この日に開催をしてきております。で、先ほど司会の方からありましたように、この1年間当園では104点の、動物たちが、亡くなっております。ミミナガイのメイちゃん、ジャガーのルース、エランドのルティ、アムルトラのフー君、ピューマのマリーさんたちです。その彼らはその授かった命をね、一生懸命生きる姿を通して、我々に命の大切さというものを、教えてくれたと思います。皆さんともに、その生前の活躍に感謝するとともに、彼らの、冥福をともに祈りたいと思います。今日は本当にお集まりいただいてありがとうございます。簡単ではございますが、私の挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。ここで、8月11日から9月10日に開催しました企画展戦時中の動物園の中で、お越しいただいたご来園の皆様に折り紙で折っていただいた、鳩を、千羽鳩にしましたので、職員より慰霊碑に奉納させていただきます。ありがとうございました。また鳩を追ってくださった皆様には感謝申し上げます。それでは亡くなった動物たちに対し黙祷を捧げたいと思います。それではよろしいでしょうか。黙祷。黙祷終わり。ありがとうございました。それでは感謝の意を込めて、動物たちの餌であるカシの枝を、捧げたいと思います。展示をさせていただきます。それでは職員も順次献上させていただきます。
それではこちらで一旦式典は終了させていただきます。ご来園の、皆様にはただいまに、献上していただきます。ちょっと枝に数に限りがございますので、譲り合って献上していただきますようお願いいたします。本日はご参加いただきましてありがとうございました。写真撮ってるかもしれない。